こんにちは、クリッカーなつみです。フォルクスワーゲンアップ、GTI などのコンパクトホットハッチは何度乗っても最高に走りが楽しめます。アップ GTI は2ドアプラス 6MT という組み合わせで600台限定で導入されました。ボディサイズは全長 3625×全幅 1650×全高 1485mm で 1.0 リットル直列3気筒ターボプラス 6MT という組み合わせです。 EA211 型 999cc の3気筒 DOHC エンジンは軽量コンパクトな設計で、2つのカムシャフトに可変制御機構が備わり、燃費とエミッションをケア。インタークーラー一体式のインテークマニフォールド、シリンダーヘッドと一体化されたエキゾーストマニフォールドという設計により、パワーと燃費を両立しています。さらに、ガソリンエンジン用粒子フィルターを装着し、一酸化炭素、窒素酸化物、炭化水素を削減。116馬力、5000から5500 RPM、200ニュートンメートル、2000から3500 RPM というアウトプットで、街中で多用する中低速域のトルク感は十分で、久しぶりの MT でも発進時に気を使うようなことは皆無と言えます。加速していくとターボの加給により速度感が高まっていきます。ターボラグは多少感じさせるものの、そこは MT ですから面倒がらずにシフト操作することで 1.0 リットルとは思えない力強い加速を引き出せます。ボディの高い剛性感やポロ GTI よりもシーンによっては乗り心地が穏やかに思える足回りも美点。小さな入力に対してショックアブソーバーのダンピング不足を露呈することなく、微振動や音を巧みに遮断しているのも感心です。小さな高級車ともいえる雰囲気もあり、その完成度の高さは A セグメントの中でもトップクラスなのは間違いありません。5ドアがあれば、2ペダルがあればといった声もあるでしょう。ちなみに本国には5ドアもあるようですが、 MT のみの設定です。また600台限定のため、この記事が掲載される頃には完売か完売状態に近いはず。今回の3ドア版のアップ GTI が完売してしまっても、違う仕様の導入が待たれます。